ピュア J 女子プロレスは9月15日日曜日に板橋グリーンホールで開催されるピュアファイアボリューム1大会にてセラリサのピュア J 認定無差別級王座の防衛戦を行うことを発表した動画セラリサまさかのアクシデントとなったタッグ選手権試合この発表は8月24日土曜日に開催された板橋グリーンホール大会での出来事を受けたものである 8月24日の板橋グリーンホール大会では、セラリサがクレアを下してピュア・ジェーニンテーム差別級王座の防衛に成功。試合後、次期挑戦者として大空知恵を指名し挑発した。これに対し、大空は投げっぱなしジャーマンで応戦。両者の対立がヒートアップしたことで、次回の板橋大会で2度目の防衛戦が即座に決定された。大会情報 大会名ピュアファイアボリューム1日時、2024年9月15日、日曜日13時開始会場、板橋グリーンホール下向き黒三角ピュア J 認定無差別級選手権30分一本勝負。王者、セラリサ、プロミネンス、バーサス挑戦者、大空知恵セラは試合後、自身の X を更新し、試合後にダメージある中で急にジャーマンで投げやがって、 小僧だからと許さない勘な V2 まったなし、とポスト。それに応えるように大空も自身の X を更新し、防衛させませんから。小僧だと思って憎びってたら今日疲れますよとポスト。セラはこれまでにも数々の防衛戦で強さを証明してきたが、今回は大空知恵という強力な挑戦者が相手となる。一方、大空知恵は、2020年にピュア・ジェイ女子プロレスに所属し、 同年8月20日にプロレスデビューを果たした選手である。2023年4月16日には、後楽園ホール大会で海樹里子を破り、第28代プリンセスオブプロレスリング王座を獲得している。勢いに乗る大空が、次回の王座戦でどのような試合を見せるか注目が集まる。セラの王座防衛が続くのか、それとも大空が新たな王者となるのか、 目が離せない一戦となりそうだ。